第6代ヘアウッド伯爵ヘンリー・ラッセルズ第6代ヘアウッド伯爵ヘンリー・ジョージ・チャールズ・ラッセルズはイギリスの貴族陸軍軍人政治家国王ジョージ5世の娘メアリー王女と結婚した貴族として著名父が爵位を継承する1892年以前はヘンリー・ラッセルズ閣下1892年から 自身が爵位を継承する1929年までは、ラッセルズ子者区の儀礼称号を使用した。1882年9月9日、第5代ヘアウッド伯爵ヘンリー・ラッセルズとその妻、フローレンスの間の長男として、ロンドンに生まれる。サンドハース当立陸軍大学を出て1902年2月に、クレナディアガーズに入隊した。第一次世界大戦では、 国防義勇軍に少佐として従軍し、負傷して二度も主君者公式報告書に名前が載った。1922年のラッセルズ死者とメアリー王女の結婚式1922年2月28日には、国王ジョージ五世の第三次メアリー王女とウェストミンスター寺院において結婚した。1929年10月6日に父が死去し、 第六代ヘアウッド伯爵位を継承し、貴族院議員に列した。1942年から死去まで、フリーメイソンのイングランド、レンゴングランドロッチのグランドマスターを務める。1947年5月23日に、リーズに近いヘアウッドハウスで死去した。釈位は、長男のジョージが継承した。1922年に、ジョージ5世の娘メアリー王女を妻に迎え、 彼女との間に以下の西を設けた。ありがとうございます。